すごい楽しそうな曲。こういうタイプの服が流行ってるんですかね、ここではね。よいしょ。あ、刀が売ってますよ、サムケンさん用の。ガッハ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 。重いものがいっぱい。ノーフォート。スタートですね。ここになんかあの怖い音楽が鳴ってると思ったら、この先お化け屋敷があるみたいですよ。ただ撮影がダメみたいなんで、ちょっと一人で行ってもあれなんで、ちょっとやめときます。撮影できるなら行くんですけどね、本当は怖いけどね。はい、行きましょう。おやおや、ここには怖い木のお化け。うわ、なんかうまそう。何これ、めっちゃうまそう。ほうほう、超うまそうな、うまそうなソーセージ。お腹減ってきた。おしゃれこのレストラン。はい、今あっという間に今日のホテルのエリアに到着しましたっていうか、ホテルの前で降ろしてもらったはずが、全然ホテルがと違うとこやないか、これ。どうだホテル。うわ、涼しいな。昨日のあの深夜列車があの死ぬほど暑かったのと比べて、とんでもなく涼しいですね。長袖着てんな、みんな。てかどこだこれ。ドラキュラ城行ってきましたけどね、まあすごい人混みだったけどね、良かったっすね。なんかディズニーランドかユニバーサルスタジオかみたいなね、それのリアル版ですね。ブラショフからそのブラン城までの移動に関しては、まあタクシーで、まあ片道2500円ぐらいが相場みたいですね。うん、下手したらもうちょっと安くてもいけたかもぐらいなんで、まあ2人とか4人とかで旅してる人だったら割り勘した方がね、バスで1時間とか待ってるより全然いいんじゃないですかね。ちなみにバスだと、片道200円ですね。めちゃめちゃ安い。あったあった、これか。はい、宿ありました。こちらですね、アントレアーって言うかな。はい、アントレアーガチャック。なんかホテルっぽくねえなこれ。あれ閉まってる。あれこれかな、ピンポン。おお、なんか人んちみたい。で今なんかね、フロントが誰もいないんですけども、なんかね、サムケンさんの名前が書いてある封筒があったんでね、それ開けたら鍵入ってました。すごい仕組み、すごい仕組みですね。ちょっと行きましょうか。さて、どんなお部屋なんでしょうか。聞こう。お、あ、いたいた。よいしょ。ウホウホウホウ。久々のシングルの部屋、ずっとドミトリーとか寝台だったんだ。うわ、来た。自分か。ほうほう。ほう、シンプルにシャワーを上が空いてる。めっちゃいいじゃん。めっちゃ綺麗。よっしゃ。今ね、夜の10時ぐらいですかね。
今ちょっと部屋でね、ちょっと、まあ、洗濯してね、まあ、久々のシャワー浴びて、で、15分だけね、ちょっと爆睡しまして、復活したところで、今からちょっとね、ルーマニア・ブラショフの街を、ちょっとね、深夜徘徊してみようかと思います。で今向かっているのが一番人気のちょっとレストランがあるみたいなんで、そこにちょっと向かっていきます。ああ、楽しそうだね。しかも涼しいな。あと昨日のあの夜行列車がもう本当に嘘のようにね、涼しいです。ああ、気持ちいいな。で今向かっているレストランなんですけど、セルジアーナっていうのかな、 Google で6890件の 4.5 ですね。すごい、ルーマニア料理店。おそらくね、この今10時台とかでやってるお店としてはおそらく人気ナンバーワンっぽいですね。はい、ちょっと楽しみですね。はい、着きました。到着、セルジアーナ。はい、ちょっと行ってみましょう。いやはや期待通りの満席で席が空いておりません。素晴らしい。おやおや、なぜかこんなところにアサヒスーパードライがありますよ。すんごい、これ T ボーンステーキだね、これ。すんごい本格的。まあ日本にもいますけどね、こうやって寝てる人たちがいるんですね。はいはい、あのハリウッド的なやつだ。はいはい、ちょっとズームして。ましょう、この街の名前光ってます。一瞬月かと思いました。サムライケンスケことサムケンです。それではね、今から、ルーマニア2日目行きたいと思います。イエーイ。いやブラショフ、めちゃめちゃ味のあるヨーロッパの街並みですね。いやー、しかもね、ちょっと寒いぐらい、雨で今多分20度とか20度より低いぐらいかな。ちょい寒いぐらいです。おやおや、こんなところにオレンジ色でおしゃれなスターバックスですね。そしてこれが黒の教会っていうね、なんか焼けちゃって黒くなっちゃったっていう教会ですね。取れないかってね思ったら、なんとこれフリーでピーナッツがなんか食べ放題みたいになってまして、みんなピーナッツを食べるとこうやって床に全部ねパイパイってね捨ててくっていう仕組みになってるそうですよ。とっても楽しいお店ですね。 OK、 じゃあいただきます。ハンバーガー来ました。美味しそう。
なんかピーナッツ食べ過ぎまして床はこんなになってます。サムケンさんが食べたピーナッツです。いやでも皆さんこうやって食べるんですね、このお店でね。美味しかったです、ピーナッツさんありがとう。グリビタパブ&グリルですね。こんな感じ、グリビタパブ&グリルっていうお店です。とね、ここのねハンバーガーはとっても美味しいですからね、皆さんもぜひ来てください。あとステーキね、ちょっと今回頼まなかったですけど、テンダーロインが2500円ぐらいでしたね。ちょっと高いですね。食べてみたいな、また来たら、また来たいお店リストに入れちゃおうかと思います。それでは次の国に行きましょう。 OK、 あっという間にエアポートに到着。それでは今からルーマニアのブカレストからセルビアのベオグラードまで向かいます。行きたい飛行機で。Thank you for watching. めっちゃちっちゃい飛行機。普段乗らない飛行機ですけどね。